皆さんこんにちは、サコログのサッコです。今回はアメリカの卒業式でよく見られるリボンロゼットのデコレーションの作り方をご紹介したいと思います。それではまず用意するものをご紹介いたします。ハサミ、カーリングリボン。この今回私が使ったカーリングリボンはプラスチックっぽい光るものを使っていますが、布のリボンでも可愛くできます。太さは外側につけるリボンが約 1.5 センチから2センチほどの太いもの、中側につけるリボンが1センチから 1.5 センチほどの幅のものをご用意ください。そしてグルーガンと厚手の紙。この厚手の紙はロゼットの土台になるので、しっかりしたものを用意した方がとっても作りやすいです。この真ん中の卒業おめでとうはフリー素材でプリントすることができるので、概要欄に載せておきます。それではグルーガンのセットから始めます。温まるのにちょっと時間がかかるので先にセットして置いときましょう。アメリカの卒業式は州や地域によって時期が違うんだけど、ロサンゼルスでは卒業式が6月中旬になります。あと6週間後、我が家も息子が卒業です。プリントしたこのおめでとうサインの大きさは直径約7センチほどの大きさです。土台になる青い紙は7センチよりちょっと大きめに切ります。そして印としてサインの大きさの円を書いておくと、どれぐらいまでリボンをつけていいか目安になるので、土台の上に置いてなぞるだけで簡単に書くことができるのでおすすめいたします。それではまず外側につける太めのリボンを切っていきます。長さは約10センチほど。これを長くすると大きいロゼットに仕上がり、短く切ると小さいロゼットに仕上がります。今回私は10センチほどの用意いたしました。それでは外側のリボンを作っていきましょう。グルーガンの糊をリボンの一番下のあたりにつけて、上の部分を持って三角を作る感じに曲げて下の部分をくっつけます。それではもう一度ちょっとスローにして見てみますよ。なんとなくわかったでしょうか。ぐるっとひねってくっつける感じです。これを10個作ります。作り終わったらこのリボンを青色の紙の土台につけていきます。目安としてはさっき円を描いた線にくっつけたリボンのボトム部分がくるようにつけていくと綺麗についていきます。これを隙間を開けずにグルーガンでくっつけていきます。それではここからスピードアップです。グルーガンはあっという間にくっつくので本当に便利。ただ、糊が手につくとめっちゃ熱いので要注意ですよ。10個の外側リボンがまず完成しました。外側リボンが完成したら、続いて中側につける細めのリボンを同じようにぐるっとひねって、糊でくっつけていきます。作り方は先ほどの外のリボンと同じになります。外側リボンと同じ10枚を作ってください。はい、続いて青紙の土台につけていきます。いろんなつけ方があるんですが、先ほどつけたのと同じように青い土台に糊をつけて一つずつつけていきます。はい、そしてリボンを全部つけるとこんな感じになります。リボンが完成したら、続いてプリントした卒業おめでとうの部分をつけていきます。グルーガンでたっぷりと糊をつけて、上から貼るだけ。非常に簡単です。これで完成でも可愛くできると思うんだけど、さらに可愛くするためにダイソーで買ったピカピカのシールを貼っていきますよ。ピカピカのシールとか言ってるけど、この商品なんていう名前なんだろうか。パールっぽいのもあったから、いろいろ試してみるのも可愛いかも。そしてさすがダイソー商品、シールになっているから剥がして貼るだけの作業でめっちゃ簡単。そして貼るだけでバージョンアップする。とっても可愛くなっちゃうんですよ。もしダイソーで見つけられなくても他のもので可愛いデコレーションがあれば、グルーガンでつけることも可能なので、いろいろ試してみてください。はい、これでまず1個完成しました。
それではもう一つ大きめのサイズを作っていきます。用意するリボンは12枚、中側につけるリボンも用意します。同じく12枚必要になります。卒業おめでとうのプリントの部分は1個目と同じ直径7センチほど、そして土台になる方がちょっと大きくて直径約10センチほどの大きさです。1個目と同じように土台になる紙に大きさをなぞって書いておくとやりやすくて便利です。それでは外のリボンをつけていきましょう。手順は前と同じくぐるっと回して留めるをしてリボンを作っていきます。そしてそのリボンを円の外側の部分にくっつけていきます。この動作を12個やっていきますよ。はい、こんな感じになりました。外側の部分が完成です。続いて中側につけるリボンを作っていきます。このリボンはただ折り曲げて糊をつける感じにしているのでとっても簡単です。リボンのボトムの部分に糊をつけて折り返して貼るだけです。これを先に12個作っていきます。それでは作った中側のリボンをつけていきましょう。土台の方につけてもリボンの方に糊をつけてもどちらでも大丈夫です。やりやすい方向でやってください。外側のリボンの中心にくるように糊でつけていきます。糊でつけていく作業はそんなに神経質にならなくても可愛く仕上がりますので楽しく貼っていきましょう。はい、これで中側のリボンも完成しました。前のとはちょっと雰囲気が違ってこれもまた可愛い。そしてこの真ん中にプリントした卒業おめでとうを貼っていきます。前回と同じように真ん中の部分にたっぷりの糊をつけて貼っていきます。グルーガンの威力は絶大なのでかなりぴったりとくっついてくれて剥がれる心配はご無用です。さあこれで出来上がりです。1個目のよりちょっと大きいサイズに仕上げてみました。なかなか可愛い。ロゼットが完成しました。真ん中のプリント部分は同じ大きさなのにこんだけ大きさが変わります。お好みのサイズでぜひ作ってみてください。それではここからこのロゼットをどうやってレーンにつけるかを説明していきます。まず土台より少し小さめのサイズを切り出します。サイズは4センチくらいでした。そしてリボンは20センチほどの長さ、これをグルーガンでくっつけていきます。変な向きにつけたくないので表の字がどう書かれているのか後ろに印をつけます。そこに垂直になるようにリボンをつけていきます。私は卒業レーンにつけたいので20センチの短いリボンにしました。でも長いリボンで首にかかるようにつけるのも可愛いと思います。こんな感じになります。それでは引き続きレーンにつけられるように短いリボンをつけていきます。リボンをグルーガンでつけたらその上から小さいサイズで切り出した紙を貼り付けて強度を強くします。これでまずは完成です。はい、これはリボンレーといって2色のリボンで作っていくタイプのレーです。このレーにロゼットをつけていきます。まずはリボンの輪っかの部分を切ります。その切った両方のリボンをレーの穴に通して後ろで結びます。これがもしリボンのレーじゃなくても両方の紐で固結びすれば大丈夫だと思います。もし心配であれば針と糸で縫い付ける方法もあります。私はお裁縫大嫌いなので結ぶだけで終了です。はい、これでレーにくっつきました。完成しました。卒業まであと6週間、喜んでもらえるといいな。アメリカに住んでる皆さん、お子さんの卒業式にぜひ作ってみてください。日本に住んでる皆さんもぜひトライしてみてくださいね。